夜開催してます、はい、再開スペシャルスペシャルスペシャルシンデレラシンデレラの、はい、今日は杉野由紀子さんがモデルです。最初の一番手です。すいません、私たちもあのお客さん以外はみんなマスクで、ね、マスクで、マスク着用で、はい、マスク美人で、はい、させていただきます。はい、ということでですね、今日のモデルさんはゆっこ様なんですけれども、これどんなイメージでいきますかね。いやもう全て三村さんにお任せで、普段は、普段ない格好で、ただ基本的にはマリリン・モンローいいかな、マリリン・モンローで、そう、絶対にありえない私のイメージで、はい、お願いします。大人かわいい、ちょっとチャーミング、ちょっと色っぽい、色っぽい、大人かわいい、色っぽいで、マリリン・モンローで、はいはい、やっていきますね。で、あのですね、ゆきこさん3ヶ月ぐらいずっと髪の毛をさせていただいて、せっかくなので、うん、今日はこの長さを無駄に生かしてやっていきたいなって思います。はい、そうですね、はい、ではでは、はい、ではでは、私、マスクをちょっとしておいて、はい、一応いろいろですね、ライブでモデルさんにはもちろんマスクなんですけど、私たちは全員マスクやっております。ちょっとマスクで、そうです、はい、マスクやってます。はい、すごい、三村さんやっぱ天才ですよね。本当に天才、いや美しい、モデルやってのモデル、ね、全部ね、あのモデルさんも綺麗だし、綺麗ですね。ヘアのはい、ポイントを、ポイントをそれ持ちながらですか、それ持ちながらですか、これ持ちながらですかね。いやいや、わかりました。ではですね、完成なんですけれども、はい、なんとですね、まずカラーを言いたい、ヘアカラーを言いたいんですよ、皆さん、あの今ね、シルバー、あのプラプラチナと、そうです、グレーヘアを生かして、うん、プラチナブロンドっていう、うん、ちょうど シルバープラチナとゴールドをちょうどあのすごい、すごい素敵ですよね、うん、こうミックスさせた感じで仕上げてみました、うん、できた感じです。素敵です。で今日は、髪の毛の質感もなんか柔らかい雰囲気をちょっと生かしてホットカラーで巻いて、はい、ぐしゃぐしゃっとこうちょっとチラバリチラチラ混ぜて雰囲気を作ってます。はい、はい、最初ね、いろいろどういう風にしようかというお話をしてた時に、なんか最後の方にやっとこさマリリン・モンローみたいな話が出たので、赤いドレスかなって最初思ったんですけどね、あの彼女のいつも私イメージの中にあの髪の毛があの茶色っぽいイメージがあったので、ちょっと赤じゃない方がいいのかなと思って、ちょっと今回はこのマドレルビューネのバイアスで作った、すっごい綺麗、すごい素敵、あの本当はねベージュのあのなんてサンダルとか履いてもらってもいいんですけど、逆に裸足っていうのも素敵、いいかなって思ったんですね。でこういう時ってここに柄がこう来るようにこうやってて、ちょうど前後にこのプラス線のレースがこの色止めとぴったしのが見つかってこのドレス作ったってことなんですけど、ここのちょっとドレープを生かしたのにネックレスも何もしないでイヤリングとドレスだけで着てもらう、素敵です。これは誰でもこういう風に着れるわけでもないので、でも杉野さんの持ってるものボールあれからこのシンプルに大人の感じで着ていただいて、いい感じでピンクにあのオレンジに似合ってますね。似合ってますね。すごい可愛い。皆さんでメイクですね。あのマリリン・モンローのような感じでイメージでっていうことなので、で元々杉野さんあの眉毛ね、あの、うん、杉野さんの眉毛なんですね。あのいつもメイクされてる時の眉毛をちょっとこうぼかしたような感じ。そんな感じが眉毛を生かしながら、それはですね、とてもすごい綺麗な目で大きくって、アイシャドウをグラデーションつけるのがすごく楽しかったですね。あのもうなんか書きがいのある目というか、すごい、うん、ちょっと目を閉じていただくと分かるかな。ちょっとアイラインが色っぽいでしょ。
そうですね、もうちょっと上がり気味、スーッて上がった感じがすごく綺麗、ありがとうございます。締め勝ちがすごくいい。あと唇なんですけども、本当にちっちゃい薄あのね可愛いお口なんですけど、ちょっと大きく描かさせていただきました。色っぽく、色っぽく、うん、っていう感じですね。メイクの方はもう音が素晴らしいので、うん、もう何をやってもやっぱり積み重ねられますね。はい、綺麗なお顔立ちでとてもちょっとメイクして楽しかったです、うんうん、そういう感じ、素敵素敵、なんかたまに正解だったね。ですよね。何はどうしようがすごくいい感じになる。あの髪のこの流れのラインが出るから、これがね真っ黒だったら絶対これは分かんないんだよね。このラインがね、流れがね、色が入ってるから微妙に出る。うん、メイキャップの口紅でくっきり発見するの方が絶対顔が締まるね。あ、場所は美容院です。それ吉祥寺のソルシエでやっております。紹介してください。ありがとうございます。あ、いいですね。ね、いいですね。どうですか、今ちょっとうるうるになってみました。アップにする技が最後だと思います。綺麗。あ、ちょっとなんか素敵な感じに、うん、なんかこのアップにするとティファニーでもいけそうな感じだよね。そうですよね。今回ね、オードリーのティファニーで朝食のあのドレスもね、持ってはきてるんですよ。すごい。なんですけど、もうね、どうなるかが分かっちゃってるので、ね、どうなるかがどうなるか分かんないものを着てもらうと。分かっちゃってる。いや、もう一回また来てもらって、あのまた2セットその時に来てもらおうかな。なんかいいです。もう一回してもらっていいですか。あ、この盛り上がり方は最高になんかちょっとまだまだ。わあ、もう出来上がっちゃったよ、今ね。もうちょっと早めに見てくれるけど。どうでしょう、シビアさんやりませんか。シビアちゃんもやってみたいんだよね。シビアさんやってみたいですね。うん、これだけプラスしますか。いや、でもいいでしょ。あっちです、今日は。あ、向こうへとか。今回はじゃあここじゃなかったです。あ、暗くしてもらえる。ありがとうございます。向こうが、うん、で、ミキさん横側もすごい素敵だから横も撮ってくれます。 OK です。私もそう思います。ミキさん、どのぐらい向こう暗くするの。あのスポットが似合わないかなっていう、うん、あのいつも、うん、どれが頭の上に来るスポット。これが、うん、これかな。そうです。ありがとうございます。これだけですか。うん、大丈夫です。ありがとうございます。顎の、ね、ラインから耳から来て、その音の流れでこう、はい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 、上がってるアップのラインがすごい綺麗。じゃあ、では動画撮っちゃっていいですかね。はい、初めの作品名人作品になっちゃいます。作品名人はちょっとセクシーな、すごい綺麗で、あのちょっと品のあるアップ。でやっぱり横のここですね、お顔のところをキュッと締めることによってよりこうボリューム感と奥行きと品がバージョンアップでございます。はい、はい、で短いんですけど、うん、やっぱりこうあの、うん、そこちょっとでも長さ5センチあればアップになりますので、はい、襟足が水車からなれば私1センチで。そうですか。はい、すごいですね。はい、以上でございます。高木さん、すごいです。はい、ありがとうございます。とっておきの今日はアクセサリーです。すごい。イヤリングとブレス。
座を中にしてみました。ちょっとサンゴのようなシルエットの黒のビーズで作ったこういうのでダブルにしてやってるんですけど、これはうちのお客様からね、美和さんなら使うんじゃないって言っていただいて、なかなかそういったね、ネックレスなんですけど、胸が開いててもあんまり気にならないんですね、ここにやってると。すごい。で、彼女の場合はこの辺にまでゴールド持ってこないで、まあ、さっきと同じく、このアクセサリーも服と一部っていう感じのデザインにして、ポイントは、ここ。ここはちょっとなんかマダムの大人のちょっとセクシーなところっていう感じでいかがでしょうか。大人の女性そんな感じです。はい、さっきのとはちょっと眉毛の描き方を変えてみました。ちょっとね、眉山に合わせるような感じ、さっきはすごくこう丸い感じで、の眉だったんですけども、ちょっとね、上げてみました。平行、眉山にこう近づけるような、高さも近づけるような感じで、描いてみました。で、目はちょっと洋服が黒なので、こうちょっと妖艶な感じにこう、アイシャドウの目尻の辺にちょっと 黒を入れて、こう目がより大きく見えるような感じで、ちょっとやらせて、メイクさせていただきました。で、唇もやはりさっきと同じでちょっと大きめ、大きめに赤い唇を、つけさせていただきました。とても綺麗な方です。今日もシンデレラプロジェクト、シンデレラモデル、のゆきこ様、いかがでしたでしょうか。はい、2時間、とっても楽しい時間を過ごさせていただきました。で、自分では気づかないいろんなポージングで写真撮っていただいたので、とにかく自分の新発見っていうのがあって、皆さんど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 ん試してください。こんな楽しいプロジェクトっていうのはなかなかよそではできません。お値段以上の価値がございます。お値段以上ですよ。そう。何かって感じで。ありがとうございます。